イギリス国立公文書館は、イギリス政府の公文書類と千年の歴史的価値のある資料を保存する独立機関である。イギリス政府の文書保管機関はいくつかの機関に独立しており、イギリス政府のうち、スコットランドに関するものは、スコットランド国立公文書館、北、アイルランドに関するものは、北アイルランド国立公文書館に保管している。以前は、資料保管オフィス、 政府情報資料保管オフィス、女王陛下の記録資料保管オフィスの三つの異なる組織であったが、イギリス国立公文書館として一つの機関になった。イギリス国公文書館は、イギリス、シティオブロンドンのサウスウエスト地区のリッチモンド、旧のチャンセリーレーンに1977年に建てられたビルに入っている。 第一次世界大戦当時は病院などの政府機関が多く存在した場所である。直近の駅はロンドン地下鉄の旧ーガーデン駅である。また、このリッチに事務所が増設され、資料の保管庫としてチェシャーのディープストアも利用されている。イギリス国交文書館の主要な機関の一つであるパブリックレコードオフィスは1838年にイングランド及び ウェールズ政府の公的資料や裁判資料などを劣悪な環境から守ろうとの趣旨で設立された。それまでロンドン島やウェストメンスター寺院に保管されていた資料が1850年代までにプロにまとめられた。1838年に情報公開法ができて資料を閲覧する権利はあったにもかかわらず、1852年までは閲覧できる資料が限られ、 また手数料もかかった。そのため、1851年に、ディケンズやマコーリー、カーライルなど83名の署名請願により、学術目的などで法的資料や歴史的資料を自由に手数料がかからずに閲覧できるようになった。1866年より一般人でも自由に資料を閲覧できる施設ができた。百五十八年には新たに百五十八 情報公開法ができて、資料の収集標準手順が確立された。現在の旧には1977年に移設され、1997年にはイズリントンの家系図資料センターの書類も移された。2003年にパブリックレコードオフィスと歴史的価値のある資料保管委員会の保管していたもの。 公務省など政府機関の保管していた資料をまとめて、イギリス国立公文書館として統合された。2006年10月31日には、政府情報資料保管オフィスと内閣府の一部であった女王陛下の記録資料保管オフィスも、イギリス国立公文書館のもとに統合された。ありがとうございます。